はい。私は、この本を読んで、たくさんなんかこう、メモしたんですけど、今日は3つちょっとここでお話ししたいと思います。まあ、3つ何をこう自分でこう学んだかなっていうところなんですが、1つは、まあ、教師の学びってこうやっていくっていうことがすごく大事なんだなっていうことを本を通して思いました。ちょうどタイムリーで、他の先生と話してて、やっぱり教員って学んでいかなきゃならないよね。ちょうど言ってた時に、この本と出会えたので、すごく良かったなって思いました。で、まあ、具体的に言うと、その本の中で、こう、対話をしていくことで気づくとかっていう場面がありましたけど、こう、教員同士で対話していく。そして、リフレクションですね。常に学び続ける、まあ、学習者であるっていうことが大事だっていうことを、私はこの本を読んで思いました。と、先ほど安部先生の話もありましたけど、なんか教師によるその探究型の学習、まあ、総合をどうやって作っていくかっていうか、なんていうところありましたけど、そうやって、教師も、学んでいくっていうことが、なんかすごく大事なのかなっていうのを、読んで感じました。二つ目は、目的っていうところですね。先ほど、こう、未来を自分で作るっていうところありましたけど、そういう、人間を育てていくとか、あと、デジタルシリン、シリンス、あ、なかなか言えないですけど、デジタルシリンスですかね。はい。っていうところを、やっぱり何の目的で、こう、教育やっていくのかっていうところを、なんかこう見つめ直す、機会になったかなっていうのを感じました。三つ目は、授業実践の、振り返り、になったかなっていうふうに思いました。問いを立てる状況を、与えているかっていうところが、本の中に出てきましたけど、自分はどうかなっていうのを振り返ったりとか、あと試行錯誤をするきっかけを奪ってないかっていうお話もありましたけど、子供たちがあでもない、こうでもないとかっていうところを、本当にこう、授業の中でやれる時間があるのかなっていうのを、感じたり、実践を振り返ったりっていうのがありました。あと、ティンカリングですね。いじくり回すっていうのがありましたけど、もう、なんですかね、こっちでこれだけをやるんだよっていうではなくて、いろいろこう試行錯誤するっていうところですね。なんかを、本当にこう、授業の中で組み込んでいるかなっていうのをね、ちょっと感じました。安部先生のお話もありましたけど、子供たちと一緒に学びながら、作っていくっていうところですね。これもやっぱり大事だなって。思いました。去年の総合の時間で、地域についてですね、学んで持続可能なこう地域にしていくにはっていうところをテーマにやったんですけど、その中でこう、本屋さんを作りたいっていう、子供たちがやっぱりいて、で、それはまあ自分たちの街に本屋がないので作りたい。じゃあどんな本屋にしたらばいいかなっていうのを、一緒にこう考えながらやってるってすごくやっぱり楽しかったなっていうのを、この本を読んでちょっと思い出して、やっぱりこう、一緒にやっていく、まあ、ジェネレーターっていうところですかね。っていうところを、やっぱり、これからも大事にしていきたいなっていうふうに思いました。はい。一応、三つのところを、ちょっとこう、感じました。で、ちょうどこの、私、本を読んでる中で、また別の先生がこの本をたまたま読んでて、そして、職員の先生たちに回覧、ちょうどしてたんですね。なので、はい。せっかくなのでっていうか、そういった、先生たちと、こう、本、またですね、話、こう、話題にしながら、これから教師の学びっていうところも、こう、構築できていけばいいかなっていうふうに思ってました。はい。すいません、簡単でございます。以上です。